じゃあ第9回 B3 勉強会、TFIDF4 ということで、吉沢が発表します。まあ、今回は、一番上の資料を、参考に TF と IDF について、説明して、であと、まあ、おまけで、まあ、それ以外の手法っていうか文書分類の手法ということで、SCDV マップですね、スパースコンポジットドキュメンツベクターズについて、まあ、僕まだしっかり分かってないんですけど軽く説明して、まあ、終わりにしたいと思います。今日の内容は、まず点値インデックスって話をして、で次に TFIDF を、まあ、この重要度ってことなんですけども、それについて説明して、でそれでじゃあ文書ベクトっていうものを、まあ、作ってみて、で最後におまけで、SCDV について話します。まず点値インデックスです。これは、単語がどの文章に出現するかを事前に調べておいて、でそれを作品としたものです。でまあそうだね、でまずいか、まあ、で他にも出現位置などをインデックスとして一緒に付け加えているものもあって、でそうすると、検索するときに複合語などがあったでを検索するときに、その位置を見つけて、でその次 の単語も分かると、そういうような複合語などの、まあ、検索もこういうので可能になるというものになります。で、まあ、これ例なんですけども、例えば、文章がこうあって、でまあ、今回簡単な例なんで、適当にキーワードっぽいのだけ書いてますけど、例えばそうですね、文章版に言語コンピューター問題とか、そういうふうに、まあ、アウトします。あ、ちなみにこれ作るのは、まあ、携帯素解析して、で前処理っていうか、ストップワードとかステミングとかして、こういうふうにいうようなものを作ります。それを今度それぞれの言葉ごとに、その言葉がどういう文章がそのなんて含まれているかっていうものを、このように言葉ごとの索引っていうものにします。でそのさっきのそのインデックスの始まり、インデックスさっきなんだっけ、言葉の始まり位置みたいなのを、付け加えるときは、その文章版にそういうものを引数として、いくつか加えておくと、文章ごとにそういうのを引き付けて加えておくっていう感じになっています。で次に、まあ、ガラッと変わって今度の重要度なんですけども、まず、まあ、情報検索、文書検索っていうので、まず、用語としてクエリっていうものがあります。これは、まあ、検索したい語の集合とか、まあ、自然文のことです。で文章をそのクエリに対する関連度によってランキングしたいっていうのは、まあ、検索したいわけなんですけど、それたくさん引っかかるわけですよね。でそうなった時に、じゃあどれが一番その求めて元ものと関連した文章なのかみたいなの、そういうことを知りたいっていうので、まあ、そういったら、まあ、やっぱりランキングにしたいということになります。でその時に、じゃあ今回はその中で TFIDF、 いわゆる語の重要度ってものに基づいて、まあ、関連度を計算するって方法をまず説明したいと思います。でまず TF っていうものがあります。これは、まあ、タームフリクエンシーってことで、文章があって、でそれにある語がどの程度どのくらいの頻度で出現しているかっていうものです。まあ、これが要するに一つの文章の中にたくさんその語が含まれていったら、まあ、それの語は何かしらその文章のコンテンツに、まあ、意味がある、非常に関わっているというか、今この TF というものが大きいほど、まあ、その文章と語は強く関連しているところになります。ただとはいうものも、例えば何かしらのこう分野があって、でそこにたくさんの文章があったときに、例えばもうその分野にもう全部共通してどの文章にも含まれているような単語っていうものがあります。でそうなったときに、そういうのもこれだと TF だけだと大きくなってしまう。要するに別にその文章に限らず、その含まれているものっていうものも大きくなってしまうので、まあ、これだけだとちょっとあまりよろしくないということで、 DS ドキュメントフリクエンシーってもの を、求めて、まあ、それに後で説明する IDF ってものにして、
でそれとかけたものっていうものを、まあ、最終的に求めます。でこの DF っていうのは何かというと、ある語を含む文章の頻度っていうことで、まあ、そのある単語に対してどれだけその文章があるか、頻度があるかっていうものになります。でこれを逆数にして、で対数にとったものですね。これは結局その対数を取るっていうのは、まあ、結局こう頻度ってまあ確率みたいなものです。確率の逆数ってなると、あの確率、あの基本的に小さいものもたくさん出てきますから、そういう単純に逆算したものだとバグみたいに でかい値になってしまうっていう問題とか、あるいはまあある程度頻度がですね、例えば100個の中に1つっていうものと、例えば1000個の中に、ね、1つってものになってくると、もうその辺のそのなんていうんですか、その文章の頻度っていうものは別にそのそこまで大きくその10倍も変える必要はないっていうか、結局その対数にしてやることでその辺のその極端なまああれですね、まあオーダーを抑えてるというか、そういう感じになっています。ということです。まあ、これが、インバースドキュメントフリクエンシー IDF と言います。で、まあ、これがですね、結局その、まあまあ、簡単に言えば、まあ、ログはあれなんで、その逆数を取ったものなんで、この IDF っていうものが大きいものほど、その後は稀な頻度で文章に、現れることを示します。ってことはつまり、まあ、その後っていうのはそのあるといくつかたくさん文章がある中で、ある特定の 2,3 個とか 2,3 個と言われてないけど、ある少数 の文章でしか出てこないってことは、それはある意味その文、その文章らにとってその後っていうものは、まあ、比較的重要度が高いというものになる。まあ、っていうことで、まあ、最終的にこの TF-IDF 法っていうものは、まあ、この TF っていうものと IDF っていうものをかけたもので、これが結局その大きければその単語と文章の重要度、関連性というものは高いということになるわけです。で、じゃあ、まあ例なんですけども、先ほどの、まあ、天地インデックスを例にしてこれを持っています。で、今回は簡単なため、DF は頻度じゃなくて、まあ、出現回数とします。で、今その例えば文章1に対する言語の重要度を求めたときに、今その文章1の中で言語が、その言語って言葉がどのくらい出てくるかっていうのが2回として、今 IDF 言語っていうものが、さっき5つ文章があったんだけど、そのうち2つに出てきてるので、それ5分の2の逆数を取ったものをログインしてやると、まあ大体 0.40 になって、まあ、結局的にこれを TF と IDF をかければ 0.8 という感じになります。で、まあ、このように計算しますと、例えば IDF が高いもので、まあ、言語と文章1ですけども、それは、文章1に2回出ている、でちなみに文章3に1回出ているということで、比較的まれなものがその文章1には、まあ、今2回だからあれですけども、まあ、比較的多く出ているということで、この全体の中としてはこの 0.80 っていうものがやっぱり一番大きくなっている。で、対して、IDF が低いですね、問題っていうものは、例えば文章5みたいに0回しか出てきてないものは、それは当然0なんですけど、例えば文章4が1回しか出てきてないってなると、まあ、これが 0.10 で、結局その、まあ、だから問題っていうものは比較的この文章ら全体に点在しているもので、そういうものが文章1の中に1回程度あったって、それはさほど問題と文章4にそんなに意味合いはない。ただし、ただそれがどん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 回数が増えていくと、例えば文章3みたいに増えていくと、やはりそれはそれはそのこれら全体の文章に共通するような問題っていうのは言葉なんだろうけども、その中でも特に、まあ、重要視してるのかなってことで、どんどん掛け合わせて大きくなるというような感じになっています。まあ、こんな感じにするのが、まあ、TF-IDF法ってことになります。で、次に文章ベクトルですね。まあ、
簡単に言うと先ほどの、文章ベクトルっていうのはもうこの縦のやつを取ったものを、まあ、ここではこれを文章ベクトルと呼びます。でこういうものをまあ作ってやると、あのクエリですね、例えばこの単語とこの単語を知りたいっていうものを1と0としてやるということにやっていうあのベクトルを作ってやることで、でこれらの類似度を、計算すれば結局その類似度が高いものが、そのクエリと、文章のその関連度が高いということになります。というわけで、まあ、今回はまあコサイン類似度ってことで、まあ、とうとう、まあ、大体こんな感じになって、まあ、今回の例の場合は、まあ、文章1、文章3、まあ、点点点みたいな感じでランキングをすることができるということになります。で、まあ、結局じゃあ DFIDF 法にあの限った話は全然ないんですけども、じゃあ問題点が、まあ、挙げられるとすれば何なのかっていうと、数学言語の構造や意味っていうものが考慮されてない、特に多義性とか同期性ですね。例えば、まあ、同期性だと、まあ、適当ですけど、例えば本と書物っていうものがあって、ある文章には 本っていう用語でもずっと使われているのに対しては、ある文章では書物っていうものをずっと使われていたら、それはその結局クエリで検索するときに本でクエリをあれしたら、その書物の方は全然引っかからないし、あの質問をクエリで求めている人は結構 そっちの内容も実は求めているのかもしれないのに、そういうものが引っかからないとかいうように、まあ、こういったものがやはり考慮できないというのが問題になります。まあ、これは別に DFIDF に限った話じゃないんですけども、まあ、結局じゃあまあじゃあこれらをまあ、これは直そうというよりか、まあ、普通にあの類似性を上げようというような類似性というか、そのあれですね、再現率とか、そういうものを上げようとする上で、まあ、TFIDF のによる類似の計算方法を変えたりとか、あるいはワード2ベックとか、ドック2ベック、あとこの後ちょっとだけ説明する SCDV とか、あとこの前あの文献紹介があった、どこをかなを使った、用いなどの手法を用いて、まあ、類似文書検索というものを模索しているのが、まあ、現状ということになっています。じゃあこの中でその特に SCDV があまり聞いたことがないと思うんで、それについてちょっと説明します。これは、まあ、スパースコンプジットドキュメンツベクターズってことで、まあ、ワード2ベクトルのベクトル空間で、そこにいわゆるクラスターってものを用意してるんですね。混合ガースモデルでクラスターってものを用意して、それをクラスタリングして、で各単語がどういうクラスに属しているのか、そういうトピックですねに属しているのかっていうものを、考えをかそれを見つけてあげて、でそれを、考慮して、空間というものを補正して、で最後、まあ、あのスパース性で、あと式位置以下もゼロにしてやるみたいな感じにしたものが SCDV になります。で、まあ、まだ僕もまだ完全理解はしてないんですけども、引用するとこんな感じになっています。まずその言葉があって、それをまあ、ワードスペックで、あれしますけども、それを混合ガース分布でクラスタリングしてやりますね。でそれにのその結果、そのどのクラスタリングに含まれるかっていう結果をもとに、またあの単語をボキャブラリを入れちゃって、それを含んだ、ワードクラスターベクトルっていう、どういうそのトピック、クラスターに属しているかっていうものを考慮してやったベクトルっていうものを考えちゃって、でそれは IDF っていうものを、考慮してあげることで、まあ、ワードトピックベクトルっていうものになると思います。でこれを使って今度ドキュメントの場合も、ドキュメントをそのワードを置くことに、それのトピックワードトピックベクトルっていうものを考慮して、まあ考慮して計算して、ドキュメントベクターというものを、
作って、でそれで最後スパースを補正して最終的にその文章の、ベクトルができるということになっています。まあ、ちょっとまだ僕の勉強不足で、これがなんでそんな結構手法が、よく精度とかが良くなるらしいんですけど、まだなんで良くなるかがちょっとあれなんですけども、これが2017年ぐらいに出た、手法になっております。じゃあまあ歯切れが悪いですけど、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。